はい、こんにちは、 FTM ラジオ亮です。みんなはさ、女って感じるものって何？女ってこういうものだよねみたいな。 FTM にとってはそれって結構苦痛なものになると思うんだけど、みんなは何だと思う？そこで今回はこんなアンケートを取ってみました。 FTM に質問。過去、現在、体で一番嫌なものは何？565票。皆さんありがとうございます。結果はこんな感じでした。やっぱりね、胸はね、1位だよね。 41%。 俺実際 70% ぐらい胸だと思ったんだけど、まあ 50% もいってないんだよね。俺は胸はね、小さかったけど、走ると揺れるじゃん。あれがね、すごい嫌だったね。スポブラさえもね、嫌で、なんかもう胸のためにつける下着みたいなイメージがね、嫌だったんだよね。だからシャツしかね、着てなかった時があったんだよ。高校の時なんだけど、その時は乳首がね、めっちゃ擦れて、もう毎日ねヒリヒリしてた。で、汗かくとめちゃめちゃ染みるんだよね。わかる人いるかな。次は2位、身長だね。身長、これは 27%。 この身長だけでパス度がね、変わるよね。背が高ければもうパス度高いよね。で、低いとやっぱりこう可愛いっていうかさ、女の子だなって思われることが多い。で、唯一治療できないのがこの身長だよね。実際手術もあるみたいだけど、結構やばい手術なんだよね知ってる？ FTM でこの身長を伸ばす手術した人は、俺はね、ちょっとね、聞いたことないね。で、俺もね、学生の時は結構悩んだ。だから厚底サンダルとか、履こうとしてた時があったよちなみに俺の身長は159センチ、160センチないんだよね。でもね、30歳過ぎたぐらいからあまり気にしなくなったし、今はね、ちょっと自虐ネタみたいな感じでね、使うことが多いかな。あとはプラス思考になったかな。体が小さければ空間が広がるっていう感じだから、旅行とか長距離バスとか乗ると、俺はね、なんか小さくてよかったなって思うようになったんだよね。で、だから身長の悩みはおじさんになると諦めがついてプラス思考になるんだね。第3位、生理。これは 21%。 これが3位なんだよね。まあ生理はさ、人には見えないけど、もろ女っていう現象じゃん。俺はね、生理自体はまあ嫌だけど、出るもんはしょうがないなっていう感じではあった。でもそれ以上に何が嫌だったかって言ったら、ナプキンね、蒸れるし、かゆいし、あとトイレでこう変えるときにさ、ガサガサしてバレないかなとか思うのも嫌だったし、あと冗談でね、お尻叩かれたら嫌だなとか。だから他の人に自分が生理だって思われるのが本当に嫌だったね。第4位、声。これが 11%。 声はね、もう出した瞬間に、あ、女の子だったんですねみたいなね、 FTM あるあるだよね。だから学生の時はレストランとかで、まあ彼女にね、よく注文してもらったりしたよね。でも中にはこうホルモン注射で声が
変わっていくのは嫌だって思っている人もいるからね。そこはね、声を選ぶか治療を選ぶかになるよね。さあ皆さんはこの結果はどう思いましたか？本当はね、順番なんてつけられないくらい全部嫌だっていう人が多いと思う。治療しても手に入らないものもあるし、あとは治療したから失うものってあるよ。嫌なものと向き合って、自分が生きやすい方法でこれからどうしたらベストなのかを考えることが大切なんだと思う。今日は FTM、 体で一番嫌なのはどれという話でした。今日もグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。胸はね、 A ダッシュだったのよ。ではまた、バイバーイ。On yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody tell you.